中国の博識家の張衡は漢王朝に最新の発明品を献上しました。張衡はこの大きな壺が領土で地震が起こるたびに救助を派遣すべき方向も含めて知らせるのだと言いましたが、帝臣たちはうさんくさく思いました。特に一見穏やかな午後にその壺が動いたなんて時には、しかし数日後に救助を求める使者が来ると彼らの疑いは感謝へと変わりました。現在では地震を特定するのに壺を使うことはありませんが、今でも地震予知は至難の業です。なぜ地震予知がとても難しいのでしょうか。また予知の精度を上げるための方法はあるのでしょうか。それに答えるために地震発生の仕組みについて知る必要があります。地殻はプレートという何枚ものゴツゴツした巨大な板状の岩盤で構成され、マントルの一部をなす高温で部分的に溶融した層に乗っています。これによりプレートは非常にゆっくりと年間1から20センチメートルというスピードで広がります。でもこのわずかな動きがとても強力で、接触するプレートに深い亀裂が生じます。そして不安定な地帯ではこの強烈な圧力が結果的に地震の引き金となりうるのです。このかすかな動きを監視するのは困難を極める上に、地震発生の要因は種々雑多です。いろいろな断層面に沿っていろいろな岩石が平地しており、圧力に強い岩石もあれば弱い岩石もあります。摩擦や高温に対する反応も岩石により違います。ある種の岩石は部分的に融解して超高温状態の鉱物からなる潤滑液を放出し、断層面での摩擦を低減します。しかし乾燥したままの岩石は圧力を蓄積し危険な状態になりやすいのです。全ての断層は様々な重力やマントルを移動する高温な岩石の流れの影響を受けます。ではこの隠れた要因のどれを分析し、いかに改良型の予測装置に組み入れれば良いのでしょうか。これらの力の中にはおおむね一定の割合で発生するものがあるので、プレートの動きも幾分周期的です。現在では最も信頼性の高い手がかりの多くは過去に起きた地震の時と場所に関係づけられる長期予測から得られています。千年単位の時間のスケールにおいて、サンアンドレアス断層のようなとても活動的な活断層が大地震を起こす時期が来ているという予測を可能にしています。しかし様々な要因によりこの方法は大まかな時間枠での予知にとどまります。喫緊の地震を予知するために研究者は地震の前に起こる地球の振動を調査しました。地質学者は昔から地震計を使ってこのような地殻の微細な振動を探知しマッピングしてきました。現在では大抵のスマホで P 波を記録できます。世界中のスマホのネットワークを使ってクラウドソースの手法で、科学者は迫り来る地震に対する情報量が豊富で詳細な警報システムを構築できるかもしれません。残念ながらスマホでは安全プロトコルを規定するのに必要な事前の情報を提供できないかもしれませんが、詳細な測定値は予知ツールで役立つかもしれません。例えば NASA の地震シミュレーターは危険性のある地域を特定するのに地質データを精度よく組み合わせて使います。しかし最近の研究によると、これらのセンサーでは地震発生の最も顕著な兆候を検知できないと述べています。2011年東日本大震災が起きる直前、近隣にいた研究者が放射性同位元素の対であるラドンとトロンが高濃度に発生しているのを記録しました。地震発生の直前に地殻の歪みが蓄積すると微小な割れ目からガスが地表に放出されます。これらの科学者たちは地震が多い地域でラドンとトロンの検知機の広大なネットワークを確立すれば、1週間前に地震を予測できる有望な警告システムになるかもしれないと考えています。もちろんこのような技術でもってしても単に地球の内部を深く見るだけでは役に立ちません。より深い検識によって大規模な地質的な変化をリアルタイムに追尾予知し、毎年何万という人命を救える可能性があるのでしょう。しかし今のところこれらの技術は過敏からの指示を待つことなく、必要な地域に備え迅速に対応するのに役立ちます。津波は30メートルもの高さに達し、速度は時速800キロメートルを超えることがあります。このような脅威はどこから生じるのでしょうか。またその破壊力を減殺する方法はないのでしょうか。この動画で自然災害について詳しく知ることができます。